んだよ。ユミちゃんは70やっぱりピタピタです。そうだね。だから60の時はそうでもないけどね、60っていうのはね。で、65ぐらいだからなんとなくね、ちょっとだからね。いただきました。おめでとうございます。伊藤さん、なんか一言いただけますか？84まで生きるとは思ってなかったからね、本当にこれは。でも私は70代は青春でしたよ。本当80代は青春。はい、青春です。本当ですか？本当です。え、60じゃもっと青春。もっと青春。70でくたくたびですから。どうしたの？次88までなんとか頑張ろうと思っております。金と名誉と地位と音楽、そう、男はね、全て手に入れた伊藤氏を。